滝川宗男と申します。私はですね、波防法研究会、といいまして、1950年代に波防法がいくつか破壊活動防止法ですね、適用されて、その判決では無罪になったんですけど、1970年ちょうど僕らが学生の時に沖縄問題あるいは安保問題、なんかをめぐって、それをどうするのかということで僕らも戦った過程がありましたけれども、それに対して、出てきた破壊活動防止法という、団体的なものですね。でこれに反対するということを一つの大きな旗印として作られた波防法研究会というところで、やっております。で足立先生とはいつぐらいになりますかね、オウム波防法、これ1995年ですか、ちょうど阪神大震災の時だったから、その時あるいはその後の組織的犯罪、組織的犯罪対策ですか、あるいは盗聴の問題、最近では共謀罪の問題、あるいは先ほどから出されていますコンピューター監視法の問題等について一緒に反対運動をやってきました。あともちょっと私に与えられている時間というのはそんなにないんで、あとでそのあたりのちょっと反対運動の意味みたいなものをちょっと私の方から皆さんに提起しようかなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。滝川さんより運動から見た治安法についてお話ししていただきます。では滝川さんお願いいたします。滝川です。先ほどのちょっと原理についてちょっと触れたいと思っています。かなり論点なんかも突き出されていて、非常に勉強なと見えられたので、非常にこのゼミのやっている作業というか、結びつけようというものは非常に素晴らしいものがあるというふうに私は実感しました。で私なんかも何回か裁判は実は受けてるんですけども、私なんかのちょっと裁判なんかとちょっと若干違ってるなっていう感覚がね、一つはね、裁判官が今日の裁判非常に忠実的な裁判官で、実際はね検事は裁判官をものすごく信用してる、信頼するわけで、でそれを裁判官もよく分かってて、あるいは検事もよく分かってて、でだからその信頼関係みたいな暗黙なんだけれども、非常に仲間内的なね、だからこうすればあんまり立証しなくても大体こういうふうに有罪してくれるんじゃないかっていうふうな暗黙なんか了解があってね、そういう意味で今日の書かれ方は非常に裁判官はフェアな感じでいましたけど、実際はそうじゃなくて、なんか非常にここの席とここの席がね微妙な暗雲が漂ってるっていうのは、実際の裁判なんじゃないかっていうふうに私なんかはずっと思っていました。先見だけじゃなくて何て言うかな、実際そういうことなんじゃないか、だからそういう意味じゃ法廷っていうのは、よくできたなと思ったのはやっぱり法廷っていうのは表情がないと思うんだね、あそこはね、その表情のなさがよく出てるなっていう感じはしましたけどね。ただ居眠りが一人注意されたけど、大体そこにいる傍聴席が大体みんな表情がないもんだから、大体居眠りしてるってのは普通の裁判所のあるいは裁判の感じなんでね、その辺なんか別に皆さん被告席に立つことはあんまりないと思うんで、つまんない意見かもしれませんけど、そういう法律もやっぱり向こうにとっては生き物であってね、逆に言うと僕らも法律は生き物であるっていう考え方に立っていく観点っていうのは、ちょっとやっぱり学的な意味の中でもね、やっぱりそういう問題っていうのもあるんじゃないかっていう感想は持ちました。で私の今日の本題っていうか、そんなに時間がないんでね、何を話そうかなっていうふうに思っていたんですけども、例えば先ほど言いました、波防法の問題、あるいは共謀罪の問題、あるいは盗聴法の問題、あ
るいは現在のコンピューター干渉問題、こういう反対運動っていうのを、まあ、私は学生時代からずっとやってるわけですけれども、その治安法の問題だけ限ってもかなり、まあ、20年近くやってきたんでね、でその反対運動がどうだったのかっていうことを振り返ってもあんまり意味ないなっていうようなところもあって、逆にこの反対するっていうことの意味、まあ、どういうことなのかなっていうことをちょっと前回私も確か盗聴法の時に、この席に立ちました。ちょうど板垣さんとあともう一人、今世田谷の区長をやってる、保坂信俊ですね、前その時は国会議員だったんですけど、その3人で立ったことがありますけれども、まあ、ちょっと私の方からは短い時間なので、反対することの意味で非常に難しいテーマなんだけどね、だけどちょっと私の方からヒント的なものとしてちょっといきたいなということで、お手元にこういう黄色いビラと、それから白いビラを皆さんにお渡ししてあります。で、私はですね、昨日まで、まあ今日も本当はやってるんですけれども、経産省、経済産業省の前で、今福島のお母さんたちがね、廃墟、まあ、昨日も、まあ、ほぼ100人は超えてるんじゃないかなって思うんだけど、ね、来て、でこの原発を止めろと、でこの責任を取れと、具体的には子どもたちを守りたいってね、こういうことで座り込みを一昨日から、一昨日昨日から今日と、3日間で、明後日からは、明日からは今度は全国のね、お母さんたちが来て、座り込みをやって、でそれを取り巻くような形で約1000人ぐらい の人がね、経産省の前に行為の座り込む行動をやってました。つまり責任がはっきりしない、あるいはやっぱり目線が全然違うわけですね。一番怒ってるのはおそらく復興という名を語ってね、都合の悪いところを全部隠しちゃって、あるいは排除して、で、関係ないところに放射能は降り続けているところに子どもたちはそのまま置いていくという、こういう現実、これをどうするのかっていう、そういう怒りが、まあ、お母さんたちの決起に結びついたというふうに私は思います。で昨日一昨日とずっといて、今結構ね、そういう反対運動が起こってて、3日前かな、これは新聞にも出てました、 TPP、 今の、これは環太平洋経済協定かな、いわゆる無関税でね、いわゆるその経済圏を作ろうということで、まあ、これはアメリカの強い要請があったんですけれども、これでほとんど、まあ、大ダメージを受けるのはやっぱり農業、あるいは漁業で、それがそういうのは今の震災状況なんかとものすごく重なっていてね、で日本政府からするとそういう儲けの少ないところ、あるいはところなんかについてはどん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 切り捨ててやって、で儲けをどん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 や、進めていこうということに対する怒りのデモがね、これまあ、新聞では一応3000人ちょっとというふうに言ってますけれども、農業団体を中心としてデモがありました。あるいはね、昨日一昨日かな、昨日一昨日には日本弁護士連合会が中心となって、例の司法修習生、以前は、まあ、お金を国家財政から、まあ、給料じゃない、名目は違うと思うんですけども、金を出してたんですね。でそれを打ち切るっていうことに対する抗議行動ってことで、これも結構1000人ぐらい集まったんじゃないかな、全国からの弁護士会、あるいは司法修習生なんかが集まって抗議を上げていました。あるいは昨日は障害者が日比谷公園に集まって、あれはやっぱり1万人が集まったんじゃないですかね、障害者と介護者含めて、障害者の権利を今度の法律法制化しろとかね、いうような戦いでいう中でね、反原発のお母さんたちの座り込みがありました。でそういうのを考えてみるとね、どういうふうに捉えたらいいのかっていうことなんだけど、やっぱり最大の僕なんかの思いっていうか、捉え方してたら、やっぱりあらゆる社会的事象に対して出来事ね、
に対してやっぱり自分の意見をちゃんと持っていくっていう姿勢が重要なんじゃないかなというふうに思います。でそういった場合に賛成意見もあれば反対意見ももちろんあるわけだね。これはね、だけど賛成するっていうことはあえて言うと現状をそのまんま認めることも賛成であるっていうね、いうふうになるわけですね。で反対っていうのはやっぱりそれ以上のやっぱりエネルギーが必要とされる、つまり物事に対する先ほどの劇なんかもそうだけど、何が今起こってて何が問題なのかってね、こういうことを一つ一つ明らかにしていきながらそれに対する自分の態度を決めなきゃいけない。だからやっぱり反対するっていうのはやっぱり物事を知るということとそれについてのやっぱり自分のね生き方あり方も含めて問われていくことがね問われているんではないかと。だかそういう意味でよく以前からね反対するだけじゃダメだというふうによく言われました、運動の中でも、ね、だけどやっぱりそういう反対することのやっぱり向き合い方、エネルギーの使い方っていうこともあるんだけど、必ずねそういうことを言うとね対案を出せっていうふうによく言うわけで、これは今の民主党なんかは対案つって今この間の野田政権、あるいはその前の菅政権、あるいは鳩山政権を含めて、まあ、政権交代を行われたんだけれども、しかし対案路線ということでね、結局向こうというか、まあこれは主要には財界だけどね、財界のいいよう、まあ、財界ってもう一つアメリカですけどね、のいいように対案なんかを出して